すべての組み合わせを2勝選手でやりますので、1試合終わっても、ね、2試合目をすぐそのまま始めてくださいね。よろしくお願いします。すべての組み合わせ2勝選手です。さて、さあまず高橋が一勝、営業隊は高砂部に挑んでおります。2試合目は、さあまずオヨアルが体力 D いけたかな。さあ来てリクルがガードして、さあ端っこ追い込む、これはガードになる。これはスタッシュだがどうだ、ガードお互いガードが、さあ片手立ち回りの間に、さあ向こうも終わってますね。勝ったのは佐賀さんですね。はい、はい、では、佐賀さんが勝ったので、じゃあ南さんと厚田さん、南さんと厚田さん、はい、南さんと厚田さん、はい、さあガロン大きくリード、ガードしてクジ投げ、さあデミトリここからどうする、ガードさあどうだ、かんね、これは逆転。さあ裏ではですね、ザベル対レイレイというですね、大変しんどそうな組み合わせが行われております。さあ行く第3試合目、投げてもう一回、これは対空で足を出したところ、きれいに3回拾われて、さあこれで一気に、さあガロンが取っていく、これは入っていくが、ガードしてる、タイプ下段、さあもう残らない、さあ最終セット、あ投げて、さあガロン、これはかわして
あだ、一回だけ。さあ、それでも体力はガロンもリードしている。さあ、前に出る、前に出る。これは、おい、打ちまで。あったな、高橋。はい、じゃあ行きます。はい、さあ、営業隊ワンピガンは、若者リリース、ツーピガンが下がったかな。これでガロンもリーチ。しかし、さあルミナスを通して、さあこのまま押し切りたいところだ。さあ押し切る。あとどうだ、あと EX 拾って、ここに出る、投げて、あと切っていく、中断。さあ勝ったのはガロンということで、下がったガロンですね。ではすごいですね、なんかちょうどあの2000年頃のなんかゲーセンを見てるようなメンバーですよね、これね、今日ね完全に同窓会感満載でございます。さあ見てみましょう。さあワンピ、これはワンピーガーが、サガットガロン、ツーピーガーが高橋ガロンだが、さあブルーが、サガットガロンですね。そして、オレンジが、高橋ガロン。さあまず高橋が綺麗に拾って1ラウンド選手、ガード前に寄る、あれ中段が通って次はかわしてる、あー右が通る。さあもう流れない展開。前に出る、ガードして、これはさあゲージを止めながら拾って、さあ、サガ同級リード、これはさあ、一旦立てます。さあ、体力が回復してきて、潰して、さあ、高橋ギリギリのところで耐えてる、寄って、投げて、さあ、終わらない、おっと、どっち、最後刺したのはサガット。さあ2試合目、さあ向こうは決まってますね、勝ったのは、
レディですね。サリリー。さあ、では、佐賀さんと厚田さん、佐賀さんと厚田さん、お願いします。さあ、2勝戦士でこのスピードですからね。さあ、1番取ったのは、さあ、高橋と高橋さん、佐賀ともすぐ取り返して。投げて中段投げて次は後ろからこれは見えていたか拾ってどうだどうだ、さあ一気に拾い切って勝ったのは3。さあ、なんかセイバーにしてはだいぶもつれる展開が多いですね、状態は。さあ、行きましょう。ワンピガンが、若者をリリース。そしてツーピガンが、泳がるデミトリービックス。あーと、さあルミナス投手、さあワゴモグリース、まず1ラウンド。さあもう残らない、投げて、あーと、さあルミナスが刺さって大きいリード取る。さあまず俺が負けたということは、さあ佐賀、ザベルがこれで2位ですね。さあザベルザベルと上がってきました。さあ現在決まっているのがザベルザベルガロンとですね。さあ大変大変いいゲームになっております。さあでは僕はね、モリガンが見たいな。ということなので、こちらやりましょうか。二の腕オレコン宮地タコブロコやりましょうか。はい、では、H 兄弟で、二の腕さんとオレコンさんからいきましょう。はい。二の腕さんとオレコンさん。はい。さあ非常に30分押したにもかかわらずですね、非常に巻きで終わりそうな感じがしております。さあ見てもらいましょう。さあ大丈夫させて、あと飛びを通して、さあ取り返した。さあ3試合目、あー勘弁、さあ取ったな、デビトリー、これはこれが通る。さあ最後の1本、さあゲージお互い3本、さあこの展開、前出る、
対空相打ち、あーっと、さあここで一発走者のテミトリ、もう一回、あー大岩ワールド勝利。私はたたえる。勝ったのは H 兄弟は勝ちですね。オレコン勝ちの勝利。はい、では H 兄弟でオレコンさんと宮地、あごめんなさい、宮地さんとタコさん行きましょう。宮地さんとタコさん、はい、宮地さんとタコさん、はい、ではお願いします。さあこれはまだ残してる。あと受け身を買って勝ったのは、さあ高橋がの、さあ行きましょう。さあ新キュービーオナモリが学ぶモリが迷うオルバスというブロック。さあまずはワンピガーがオナモリガン、ツーピガーが新キュービー。
さあ、これでリードを奪っていく。さあ、写真。さあ、倒す。さあ、ワンを通して、これは裏から。空中投げ。さあ、まずダウンを奪ったのはモリガン。しかし、あ、違うんですね。星が1個。さあ、2試合目。中段が通る。さあ、まず新 QB。 上り裏から通して前に出る。勝ったのは QB。 さあ、そういうキャラクターでした。さあ、では行きましょう。マダムさんとマヨさん、まさかの。さあ、モリガン2人が同じリーグに入ってしまうこの感じ。さあ、対するは、マヨオルバス。投げて、もう1回、あと、落ちろ。さあ、ここまでは。さあ、まだまだリードが。さあ、泡をはめていけ。そして、さあ、ドッキリで。さあ、泡ではめて。一気に体力がリード、もう一回はめる。なんだこのゲーム。さあ、まずはオルバス。まあまあ、でもこのゲーム、この時代の格ゲーはね、何かしらこういうところがありますよね、はっきり言ってね。え、あ、モリガンが抜けれる。モリガンは抜けれる。さあ、モリガンは抜けれるそうです。さあ、これね、まあ、03とかもそうですけど、もう現代の子供が見たらですね、なんだこのゲームって本当に多分びっくりすると思いますよね。もういろんな、いろんな意味で洗練されてるというか、洗練されていて、そしてトゲトゲしいという。多分今のね、格ゲーでスト5しか知らないとかですね、なんかブレイブルーしか知らないとかいう子が見たらですね、もうびっくりしますよね、こういうゲーム見るから。さあ、これはガードして、めくりが通る。あった、これはガードになって。さあ、まずバダムが1本。さあ、通していく。さあ、バダムがリードを広げていく。さあ、 H 兄弟はオレコンの勝利。では行きましょう。 H 兄弟二の腕 QB さんと、タコさん、はい、二の腕さんとタコさん、はい。さあ、かわして、さあ、投げていく。さあ、まだ分からない展開。あー、倒っけ、なんか刺さって。次はガード。さあ、ラストどっちが取る。投げて、さあ、泡を出す。これは投げる、投げていく。さあ、勝ったのはオルゴス。さあ、では行きましょう。
さあでは行きましょう。ワンピガンは神経ビーステピガンがバイオオルガス。さあちなみに先ほどオレコンが勝ち上がってきたので、さあ5キャラ目サスカッチに決まりました。さあどうなる今日のセイバー部門。さあキャラクターが大変ひどい、ザビルザビルガロンガロンサスカッチと。さあ6キャラ目上がってくるのはオルバスなのかキュービーなのか。ありがとうございます。さあ勝ったのは二の腕。さあでは二の腕さんと宮地さん、二の腕さんと宮地さん勝てば2の2で決勝行くとなります。さあまずQBショー、これは回避。あっと、さあ前に出る、投げて、さあ泡を潰していく、投げていく、さあオルゴスやっと一本、しかし中断される、ああいうし、さあ勝ったのは新キュービー。さあ上がってくるキャラがだいぶひどいです。投げて、さあワンピーガーが、オナモリガン、ツーピーガーが、さあマダムモリガン、さあこれは水色がマダムですね。そしてグリーンの髪がお守りがですね。さあまずマダムが1本、さあ勝ったのは二の腕キュービー。さあザビルザビルキュービーキュービーガロンガロンサスカッチと、ひどいひどいこの組み合わせひどい。さあ最後に上がってくるのがモリガンモリガンオルバス。さあこれで、さあモリガンが上がってくるのか、それともオルバスが上がって、もうこれでオルバスが上がってきたらもう大変ひどいゲームですよねこれね。まだビシャモンがいないだけマシみたいな、そんな感じになっております。さあ最後の1キャラはモリガンなのかオルバスなのか。さあまずはモリガン、どっちのモリガンが上がってくる。おっと刺さって、さあ次は、さあ緑がオナさんですよ、水色がマダムです。投げを通していく、ガド EX 削って、さあまだマダムが一緒。モリガンどうじゃ2試合目、
マダムがこれリーチ、めぐりを通ってこれガード、これは投げて、ガードしてる、あーマダムが少しずつリードを広げていく、ガキャン、あーと差し込んで、あーダークネスまで勝ったのはマダム。さあでは2位決定戦再戦となりますが、マダム対マヨ行きましょう。大変なことになります。さあもう一度言いますよ、今決勝に残っているキャラクターはザベル、ザベル、ガロン、ガロン、キュービー、キュービー、サスカッチさあここにオルバスが入って大変ひどいことになるのか、それともさあ最弱候補のさあモリガンが上がってくるのか、さあまずオルバス、さあをはめて、まずオルバス、そういうゲームでした。なんとか体力が追いついたモリガン、さあどうだ、投げて、あと差し抜く、身削って、さあ攻めをやめない、やめない、相打ち、さあさあ3試合目、裏回って潰していく、さあどうだ、これは回避、ガードして、前に出る、さあモリガンはクルージングしながらの様子を伺っていたが、
これは回避して投げていく。どうだ、いきますよ。さあ泡を出して、これは回避する。あと勝負で使ってしまう。そしてさあ受け身をかなわれて、ネクロ投手。さあ最終セット、ガード中段、そしてダークネス体力逆転。ガードして泡を出して、どうだ、風太くんガード、ケナを通す、投げていく、泡を出す、これは取らず、もう一回投げる、投げ、最後の読みが強かったのはオルバス。さあ、知らない方をね、見てたら分かります。この2キャラがいかに強いか見てたら分かります。特に QB ですね。QB は、あ、これ絶対強いやん、このキャラって。もうすぐ見たら分かると思います。さあ、まずは1試合目。さあ、投げていくのはガノン。さあ、推しの強い2キャラ。大変な破壊力を持つガノンに対して。さあ、QB は細かく攻めながら、もう大変速い中段。さあまずは体力リードを奪っているのは高橋ガノン、ダウンを取って、さあボーッとしてたらこのゲーム試合終わりますからね。さあここで発動して一旦いなして投げをかわしていく。そして画面端中段通して、あーっとチラシが続く。さあ今度はキュービー、これは返していく。さあまず高橋ガノン一勝。さあ 2試合目はまず QB から試合を作っていく形。中段中段、あの中段を見て立ってガードしなきゃいけないんですよ。さあ中段中段中段、3連しかも3回目めくりですからね、あれ。さあどういうこと。さあ押し切ってなかった二の腕 QB に対して、さあ一番取ってな高橋、さあリーチかかる。さあ取り返して、あとこれはどうだ、さああと3回目が出ない、もう1回、さあそして受け身狩りして、あとどうだ、しかし投げていく。さあこのまま体力逆転、あと潰して、さあ冬から止めていく、最後裏に回って出しけ勝ったなった。まあ、2試合目、1ピーガーはナンザベル、そして対数2ピーガーがサガットガノン。さあこのザベルというキャラは、まあ上から2番目でしたっけ、確かランク的には。さあ、あのガーフがあるっていうひどいキャラですよね、普通の技に。さあまずはナンから、さあ押しが強いのはどっち、前に寄る、さあ硬い立場で見せる何に対して。さあ坂田どうする、
さあなかなかうまく試合をさせてくれない。さあまずナンが貫禄の一勝。2射目さあ2射目さあまずはナンザベルか。しかし無理やり押し込む。さあリジャカルナン、投げて、これはおっと潰して、さあ技の判定が強いザブル。さあこれはどうする。さあ拾った、しかし投げて抜けている。もう一回壊しから、あっと CS 残る、抜けて、さあガロンなんとかしたい。さあラウンド取る。さあしかしこのまま押し切らないといけない展開。さあ勝ったのはナンザベル。さあ 1P 側が新 QB、 そして 2P 側がさあこのゲームの最強キャラサスカチ。さあオレコンサスカチ。さあ2人ともですねかなりいろんなゲームをこう渡り歩くことがある感じですね。まあシン君はですね今日の3タイトル全部やってますし、オレコンさんといえばですねもうペルソナのかなりの上位プレイヤーでございます。さあまず1本通ったのは新 QB。さあ中段が飛んでくる。さあ肉の塊が飛んでくる。さあ取り返して左足。さああの速い中段と破壊力。さあしかしここでさあ大きなリード取って EX。 あと最後も中段。さあまず新キュービー。さあ2射目。さあガードの試合だが、さあ押し込んだのはサスカチ。これはガキャン返して、あと対空壊しからの中段。さあ押し返して、さあスカシゲダンから中段アウト、スカって裏回りガードしている、投げて対空入れ替わる。さあ主導権の握り合いが激しい。どっちが握る、投げを通す中段。さあ9秒押し込むか。さあとワンコン空対空からめくった、あーと使ってしまう。空投げ勝ったのは新キュービー。さあ見てまいりましょう。 1P 側が、マヨオールバス、スピアがサガッツザベル。さあまずはオールバスから、さあ押していく、おいしからさあこのザベルの猛攻をうまくしのいでしのいでからの、さあ自分のターンに持っていく。さあこれでまず一つ、さあ輪を出す、しかしこれは潰して、さあザベルがまず1ラウンド。押してさあオロス投げていく中段から、おう1まで、さあ大きくリード取って、
さあこれはどうする。あーと取らせチェーダン。さあまずサーカサメル、裏回って、これは体育からさあ潰して、さあオルはさ、あのガスと泡とあの音波とさ食らったら制御、食らってしまったらしばし制御不能になるという大変な技をいっぱい持っております。これはガードシール、あー音波、これはガードシール、ガスは飛んでいる。さあまずはさあ迷うロバス、しかしサガザベル取り返せ、さあしていく、裏からガード、しかしもう一回中断大一、さあオロバス苦しい展開、どうする、あーと押し込んで、さあ投げる、泡が出す、通らず勝ったの、さあ準決勝第1試合、1ピガーがナンザベル、2ピガーが高橋ガロン、さあまずは1ラウンド目、さあこれはさあ前に寄っていくんだが、ツーラン、これは拾っている、さああれが綺麗に拾うと大変なことになる、さあ1試合目どっちがこのセットを取る、中断中断、さあザベルが押す、さあガロンが耐えるず、あとさあしていく、さあザベルリード、そしてまずさあまずはさあガロンが大きくリード、一気に取る、さあこれはこのまま押し切りたい形だが、さあ拾って大きなリード、押していく、しかしバイデル、さあゾリンから、さあどっちが入っていく、さあお互い前にある、これはガードして、さあザビル前に出る、さあとこれはどうだ、投げて抜けている、さあガードマン正解して、あーと投げて、さあ体力がガロン、さあ高橋ガロン、さあ3試合目投げて、もう一回、さあまずは高橋ガロンが押す形だが、久田君投げて、
さあナンザベルが肩いたしまり、さあリーチを取る、投げてもう一回、まだ残ってるが腰、これはあと裏から大きなリードになるが、しかしすぐさまお返し、さあこれで五分の展開、さあどっちが取る、投げて、さあ投げてる、勝ったのは高橋よ。さあ2射目、さあ決勝、高橋がまず決勝に上がるのは、さあサガザベルが新キュービーガー、ワンビガーがサガザベル、ツービガーが新キュービー、さあまずはザベルの猛攻、さあ返してピヨっている、さあキュービーの行動を制して投げ落とす、さあ逆さめる1ラウンド、さあキュービーが取り返すが体力はまだまだザベルがリード、あと潰して、これは隠れて、さあザベルワンチェン、これはガキャン、あとさあシンプルな飛び横、さあまずはキュービーから中段、さあ一気に1ラウンド潰して、これはガンシェル、裏から、さあタイガーリガールが、これは通らず、あっと、あとガードになる、しかしこれは投げて中断、さあなんとかキワキワ取り返す、これはさあなんとかダッシュが、さあ3試合目、さあまずはキュービーが大きくリード、しかしザベルのワンチェン、これは威力が大きい、あと対空して投げていく、さあザビルリードを広げるか、あいつ、さあまず1本目どっちが取る、さあキュービーがリーチ、投げ落として、さあザビル五分の展開、さして、中断中断中断、さあ今一瞬の間に中断が3発打たれました、
さあ、キュービーのリードが広がっていくか、どうだ。さあ、まだまだわからない展開。ザベルは破壊力ある。さあ、ちょっとずつ削ってフィニッシュに向かうキュービー、最後アイウチ。さあ、今年の組み合わせはこんなありました。さあ、ワンピーは高橋がロン、ツーピーは新キュービー。さあ、カプコン祭りではいつもくじ運がいまいちで、あまり上に来るイメージはない高橋がロン、長さ今年は決勝。さあ、対するは優勝経験のある新キュービー。さあ、まず一試合目。さあ、1年に1回しか多分この人は大会で9秒使うことありません。それがこのカプコン祭り。さあ、あとは基本的にはさすが勝ちだそうです。さあ、中段を通す。中段、とんでもないところに低い中段が来ましたね。さあ、今中段2回打ちましたかね。さあ、ここでさあ、ガノン捕まえる、投げて、さあ、一気に大ダメージガキャンに返す。あと、さあ、オクラスで潰して、さあ、ダイルが追いついてくる。さあ、手数で勝負のキュービーに対して圧倒的破壊力ガノン。あと、裏回ったのキュービー。中段、これはあんまり残るが受け身狩り。さあ、新キュービーまずですね。さあ、2試合目見ていきましょう。さあ、高橋がのまずは1勝取り返したいこの2試合目。お互い変えたいと思います。からこれはガードガード。さあ、下段がスタートして、やっぱりこのアドバンシングガードはの打ち合いがすごいですよね。あのガードしてバーンと押し返すの、あれガーってボタン擦ってますからね。あー、拾った拾った拾った。イエスで逆転。この破壊力、あっという間に半分。投げて切り返す、ガーギャル返す。さあ、まずは体力を回復したいが、さあ、そうさせない。ガードガード DX。 さあ、あっという間にキュービーの体力がなくなって、これはどうだ。正面から裏回って投げ落とす。あっと、遅らせ、難しい投げ。さあ、高橋が、さあ、3試合目。さあ、まずは高橋ガロンが大きくリードを取る。さあ、ラッシュラッシュで、さあ、タイガリガール中段。次は、あっと、これガードしてる。投げて、さあ、キュービー追いついてくれ。しかし、さあ、まずガロンから送らせ、2回拾って、もう1回、
あと、これは決まった。勝ったのは高橋ガロン。というわけで、本投手の優勝、高橋さんと7勝目でございます。